拍手しながら立ち上がった先生を初めて見て、その試合この大会1試合でもお前負けたらすぐ下ろすからなって言われて、親父またバーベキューしようなっていう風に。どうも、格闘家の三上変理大地です。今日の企画はめちゃくちゃ嬉しかった試合3戦。まあ私格闘技の前剣道をやってたんですけど、大学の2年生までちょっとやってて、でそこからキックボクシングに転向したんですけど、剣道の試合の思い出が結構強いので、まあ、剣道の試合2つと格闘技の試合1つチョイスしようかなと思いました。じゃあ早速やっていきましょう。めちゃくちゃ嬉しかった試合3戦ですね。はい、はい、じゃあ1試合目ですけど、高校2年生の時に新人戦っていうのがあるんですけど、そのまあ高校って大きな大会がまあ3つあるんですけど、高体連のオフィシャルの大会が2つあって、それがまあいわゆるインターハイっていうのと、あと選抜っていうのがあるんですよね。で高校2年生の時に、選抜の方で北海道大会の決勝戦で時報っていう、こうまあ2番手ですね、5番が大将だとすると先方時報中堅副将大将っていうのがあって、私は時報だったんですよ。で時報でその団体戦は私は勝って、で次が負けて、で次負けたんだっけな、まあなんか分かんないですけど、とりあえず私が勝ってもう一人負けて、であとの2人が、あとの3人が引き分けだったんですよ、はい、団体戦の決勝なんで引き分けだとダメじゃないですか。だから代表戦ってのやるんですよ。じゃあ代表者1人選出して、代表戦は無制限一本勝負なんですよね。だから時間の制限なく1本を取った方が勝ちっていう、先に1本取った方が勝ちっていうような試合で、北海道大会の決勝戦で代表戦で私出ることになって、もうみんな会場中はこう見てて、でその中でパーンってこうまあ勝つんですけど、その勝ちがもうめちゃくちゃ嬉しくて、今でもこう動画が残ってるんですけど自分の携帯に。で先生がまあ、結構剣道界で有名な古川和夫先生っていう先生が監督なんですけど、先生が初めてこう拍手しながら立ち上がった先生を初めて見て、その試合の時にで、それがすごいこう嬉しかったんで、すごいそれ印象に残ってますね。それぐらい喜んでくれた。はいはい、なるほど。 それはめちゃくちゃ嬉しかったですね。超嬉しかったですね、はい、2試合目は試合というよりも大会ですね。なんか大学1年生の時に手首の手術をしたんですけど、4月に手術して、で復帰したのが8月とか9月とか、まあ夏の終わりぐらいだったんですよね。1、2年生しか出ない新人戦って大会があって、それのメンバー決めるっていう風になったんですよね。でこう1、2年生の中でこう仲間同士でいろんな話するじゃないですか。その中でメンバーどうなると思うみたいな話が出るわけですよ。みんなこう話してる中で、こいつはここで、こいつはここでみたいな、なんかこうポジショニングの話をしてて、でも自分の名前は絶対そこには出てこないんですよ。なんでかというと、まあ、怪我してるし、復帰してすぐにそこで選考会、学校の中で選考会やったって、どうせ、まあ、メンバーなんか選ばれないっていうふうにみんな思ってるんで、で、まあ、自分はなんかそれ聞いてすごい悔しくて、でもまあ怪我明けで本調子ではないにせよ、まあ、やれることはやろうって言って選考会やるんですよね。で中央大学ってもう本当に日本のトップレベルの学生しか選手として入ってこれないんですよ。で部内戦の方が実は全国大会とかよりもないレベル高いんじゃないかっていうように言われてるような学校なんですよね。
そう。それで、そこの中の部内戦、新人戦のメンバーを決める部内戦で、1年生と2年生だけで、リーグ戦やるみたいな。はい、で、大学のインターカレッジの試合に出てる先輩は免除なんですね。はい、で、5人制だったのは高校生で、大学生になると、そこにあと2つポジション加わるんで、それで7人ですよ。7人で試合するんですね。で、補欠が2人。で、そこで、要は、その、インカレ出てた先輩が2人だったんで、実質7人を選ぶと、リーグだったんですね。1年生と2年生で8人ずつ。で、2人抜けるから、まあ、14人ね。14人でリーグ戦をして、その中で一番成績の良かったやつをメンバーにするっていうような部内戦をするんですよ。で、一通りガーッとみんなと試合して、最終選考っていう試合があるんですよ。部内戦の中で、結果が、リーグ戦で結果が同じぐらいの結果だったやつらは、またこう、リーグ戦をするの、その中で。で、それよりも低かった奴らは脱落っていう感じなんですけど、私最終選考まで残って、で、その最終選考で、私の高校の1校目の先輩と、あともう1人の先輩と、あともう1人同学年の子。で、4人で最終選考やるんですよね、リーグ戦で。で、この中で、私がまあ運よくこう勝たせてもらって、で、メンバーに選ばれるんですよ。そういう中で入った、試合だったんですごいこう思い入れは強かったんですけど、でも最終選考までだったんで、補欠枠に入ったんですよ。だから7人試合するんだけど、9人メンバーに選ばれる。そのうちの2人が補欠じゃないですか。その補欠枠に入られたから、スタメンではないんですよね。で、当日、その新人戦の当日に補欠なんで、いつ出番が来るか分かんないじゃないですか。で、確か2回戦目だか3回戦目だかの時に、監督に、お前、次の試合出ろって言われて。で、この試合1試合、この大会1試合でもお前負けたらすぐ下ろすからなって言われて、いや、わかりましたって言って、結局決勝まで全部勝って。で、決勝だけ引き分けだったのかな。1本取って取られて引き分けだったんですけど、それまでの試合は全部勝てて、それはすごい嬉しかったですね。怪我で、大丈夫かなっていう風になってたのもあったし、校内で選抜するリーグ戦もすごいこう、まあ、結構苛烈なリーグ戦なんで、それを勝ち抜けたっていうのもそうだし、実際に試合で勝ったっていうのもあるので、すごいその大会が印象に残ってた。まあ、演技は難しいだろうって思われた。そうですね、はい、そうですね、はい、一応それで周りから結構こう認めてもらえた。3戦目は、格闘技の試合ですね。格闘技の試合で、2022年8月7日のエクスファイトっていう、まあ、エクスファイトのジムが運営している、まあ、大会があるんですけど、そこで、試合をさせてもらった時に、その試合はすごく嬉しくて、勝てたんですけど、はい、なんで嬉しかったかっていうと、その前、その1ヶ月前に親父が倒れて、普通の状態で戻ってこれるかどうか怪しいっていう状態だったんですね。ずっと入院してて、その1ヶ月間。そんな中で調整したり減量したりとかして、試合に臨んだんですけど、相手も結構こうアグレッシブで気持ち強いファイターで、私の中ではバンと自分からプレッシャーかけて、相手下がらせて、でそこから試合組んでいこうと思ったんですけど、プレッシャーかけたら逆にプレッシャーかけ返してきて、すごいプレッシャー強くて、逆に自分が下がっちゃって、下がって、で、相手はこう、ガーッと、もうすごい連打飛ばしてきて、結構きつかったんですけど、まあ、その中で、なんとかこう、カウンターを一発入れられて、で、まあ、KO で、この試合勝てたんですよね。で、その勝てたのが、だからやっぱりこう、親父がどういう状態で戻ってくるか分かんないっていう状態の中で、不安な気持ちを持ちながら試合に臨んだっていうのと、やっぱり親父を元気づけたかったっていう気持ちがあったんですよね。で、それも相まってやっぱもうすごく嬉しかったですね。対戦相手はフェルナンド・マツキ選手。フェルナンド、はい、試合のね、最後ですね、
そう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 、実家では父親と山でバーベキューとかしてたんで、はい、そうそう、でまあマイクパフォーマンスじゃないですけど、マイク渡されて親父またバーベキューしようなっていうふうに、はい、言って、はい、それあれでしたね。はい、っていう感じですか。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日はね、一番嬉しかった試合3戦を紹介させていただきましたけど、見てくれてありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。どうも、どうも、格闘家の三上大地です。